はい、皆さんこんにちは。ファミリー空海です。今日はナレーション付きでやっていきたいと思います。今見えているのが新潟駅前ですね。こちらは先だっての動画でも申し上げましたけども、来年中には、リニューアルオープンということになります。今ちょっと工事中なんでね、新潟駅周辺、来年、乞うご期待ということで、期待して待ちましょう。で、今日はですね、この新潟駅周辺と、あと古町、こっからですね、新潟周辺から、古町までバスに乗って行きたいと思います。で、バスに乗る前にですね、ちょっと新潟駅、駅を降りて、左側は、先だっての第3弾で紹介しました、裏道ですね。バンダイシティからこう、裏道に来る。裏道に歩いて、それで、新潟駅に着くということをやりました。今回はですね、その逆というかな、駅出て、右側を攻めてみたいと思います。で、実は、この右側の方の、駅から降りて右側の今歩いてるところなんですけどもね、ここら辺近辺の方が、実は、左に降りた、先だって降りた、その駅の裏道、バンダイシティにつながるその駅の裏道ですね。あそこよりも飲食店の数が多いと思います。なんでね、ある種こっちの方が、ディープな感じすると思うんですけどね。で、今、左曲がって、それで突き当たって、またこっち左曲がります。ということは、駅から出てる大通りにこう近づいてるっていうことになります。でですね、ここいろいろ飲食店いろいろあると思うんですけどね、私ここでちょっと珍しいものを発見しました。もうしばらくしたら見えてくると思うんですけどね、先だっての私の動画でラーメンについてですけども、その有名店のラーメン屋さんで作ったラーメンをもうガチゴチに冷凍してそれを売ってる自動販売機あるというふうなことを紹介しましたけど、なんと新潟にもカレーですよ。ドヒエモンカレーバージョンですよね、これ。名前が、お店の名前書いてあるかな。これは店がだ、ある1店舗の店。1店舗ではないか。店で出します。ここですね。バジル&キッチンバジル&フレンド。というところの、カレーだそうです。あと今左上に見える鳥団子は別な店なんですけどもね、新潟県新発田市にあるという、お店の鳥団子らしいですけどもね、よかったらね、駅近辺こう探してみて、ここ買ってみたら いかがでしょうね。600円ですよ。安い。ラーメンは大体1000円ぐらいしますね、冷凍のラーメンは。いや、でも新潟にもあったんですね。てか全国にたくさんありますね。やっぱりこのコロナ禍で、外食、自粛しなければいけないって中で、自炊しなきゃいけないという中で、発達していったんでしょうけどもね。マグロ丼で、マグロ亭ですか。食べてみたいですね。ああいう風なところに行って。で、これ確か午前中だったかな、午後だったかちょっと忘れちゃいましたけども、まだ夕方になる前だったんでね、ほとんど店閉まってます。飲み屋街だったんで。おお、松屋ありますね。それでちょっとまた、北上、北の方に。行ってみましょう。この方向的には、北ですね。万代橋だとか、あと古町とか、ああいうふうなところに行きます。で、ここの通りは、あまり飲食店なかったんで、もう一本入ったところの飲食店、行きたいと思います。ここですね。ここら辺にも結構飲み屋さんが結構ありますけどね。こういうなんか味のある、飲み屋さん。でですね、この金シャイ亭なんですけども、昔、この九州ラーメン金シャイ亭なんですけども、30年以上前にこの店古町にありましたよね。で、どなたかご存知の方あったらコメントをしてもらいたいんですけども、これ金シャイ亭、その古町にあった金シャイ亭が移ったのか、その30年以上前にあったその金シャイ亭、古町にあった金シャイ亭、と同じようなのか、ちょっとね、これ知りたいんですよね。ただ、金シャイ亭は確か夕方しかやってないと思うんで、このね、夕方前に来たんで食べれなかったんですよね。今度新潟帰ったら、新潟に行ったら、ぜひ食べてみたいと思います。金シャイ亭。その当時、新潟で一番美味しいラーメンと思ってました。でですね、この、先ほど通った、王将見ましたよね。先ほど通った、その新潟駅前戻ってきました。で、バス乗りました。この東大通り、もう新潟1と言っていいでしょう。新潟1のこの大通り。ここをずっと北上していきます。
イメージ的にはその古町に行く方向ですよね。万代橋渡って古町行く。で、先だっての動画でもここら辺映したんですけどね、ここ奥行くとあれがありますね。その前に全国、まあ多分全国的にそうなんでしょうけども、全国的になんか派手なバス通ってますよね。岡山行った時もチンチン電車、結構まあかっこいいチンチン電車、派手というかまあ通ってますけど、これなんかも派手といってもかっこいいですよね。これは多分万代橋でしょ、万代橋を描いたまあバスなんでしょうけどね。いや、こういう風な華やかなバス通るっていうのは私個人的には嬉しいですけどね。で、先だっての動画でも紹介しましたアパホテル、まあ紹介したやつが、まあこの 外観ですね、ファサードのところしか通ってませんけど、でまたこれを突っ切ってずっと道になりまっすぐ行くと見えてきましたね、新潟日報メディアシップです。ちょうどこの、まあ、私の乗ってるバスと、まあ、向かいにある、その右側にあるバスのちょうど中間あたり、このでかい建物ですね。まあいかにもモダン。この左側、今見えないところのこの左部分がそのバンダイシティになります。バンダイシティのそのバンダイシティ入り口っていう中、停留所かな、 あるんですね。ここ今止まってますけども、ここでまあみんな乗り降りして、でまあまた突っ切って見ていきましょうか。この、新潟日本メディアシップで、ここをもう100メートルかそれぐらい行くともう万代橋あります。まあね、新潟駅前からずーっとこう GoPro 級で今撮ってますけどもね、このもうバス乗ってこのここまで撮るのもまあ岡山以来ですね。岡山以来でやって、あ、もうここですね。遠くに見えるのが時メッセです。まあ先だっての動画でここの31階行きました。140メートルだそうです、高さ。まあそこでまあパノラマ、360度のパノラマ撮ってきましたけどね。で、ここは信濃川ですね。日本で一番長い川です。で、今通ってるこの万代橋ですね。万代橋は国の重要文化財ですね。それで先だってはあの桜の動画撮りましたけども、ここも一部撮りましたね。今見えるところですね。手に取れます、桜。切っちゃいけませんよ。で、またそこ突っ切ってずーっとまっすぐ行くと、道なりに行くと、まあ古町に着くんですけども、およそ2キロと言われてます。駅から古町まで2キロ。2キロっていうと大体、例えば長野駅から善光寺の本堂、あそこ大体2キロです。だからそこを同じぐらい歩くということになりますね。歩くんであれば、まあ距離的に一緒だということになります。いや、でもこっちのまあ乗ってたんでね、こう進行方向の右側しか映しませんけどもね、戻ってくる、まあバスもあったんですけど、基本戻ってくるバスってね、駅の方に行くバスって混んでるんですよね、その時間も。ちなみに新潟はバス事情、新潟市は特にこの駅周辺のバス事情はとてもいいです。日中は3分から8分の間隔で出てるってバス停留所に書いてありますよ。時間あんまり書いてないです。さて、もうそろそろ、あ、もう見えてきましたね。古町が見えてきました。ただ第1弾の動画で古町モール7撮ったと思うんですけど、567撮ったと思うんですけどね、アーケードで古町7がまあそのいわゆる7以降のその奥の方が、この動画から見ると右側のその奥の方がやっぱり飲み屋がまあ軒を連ねてるという感じになります。もうじき見えますね。ここですね。ここ古町モール7ですね。で、この右左隣が、古町ルフルというところです。4月1日今年ですね、今年の4月1日にオープンしたところです。で、この見えるのが、ネクスト21ですね。まあでかい建物で、後でまたもう一回、見せます。でですね、まあそこら辺、その先ほど言った古町モール、そして古町ルフル、ここら辺を中心に、今ちょっと見えないですけども、本当は左側に三越があったんですけども、三越撤退してしまいました。で、今これが、NEXT21 ですね。ですね、NEXT21、Wikipedia では19階建てということで、125メートルだそうです。時メッセが140メートルなんで、2番目、新潟で2番目に大きなところと。で、ここはですね、このルフル、先ほど言った古町ルフルなんですけども、このルフルの下なんですけどもね、1970年代から実は、この下、地下街あったんですよ。名前は西堀ローサと言います。いやでも、まあ、4月1日にここ、まあ、
開業したんでね、なんというかモダンですよ。新しく見えますよね。新しいです。でちょっとこの西堀ローザ見ていきたいと思うんですけども、ですね、西堀ローザ全長が330メートルあるそうです。でですね、まあ本当はね最初から最後までこう撮ってもよかったんですけどね、人が多かったんでやめました。人が多かったっていうか、まあ、まあ見ての通りですけども、まあ少ないっちゃ少ないかもしれませんけども、ただ、GoPro 持って行ったり来たりするのもちょっとなと思って、ということでルフルとネクスト21を見て終わりにしたいと思います。アディオス、アスタマニアナ。